ルタ。めったにない機会におあつらえ向きの場所、消化不良だった2年前の続き、片付けたいのはてめえも同じだろうが。ふん、違いない。つうわけでアークライド、白乱流も付き合ってけや。なーに、これもあくまで交流だ。お互いのことを分かり合うっつーな。達人同士の立ち合いに水を差すのも気が引けますが、不動殿に万さんの手並みを拝見できるのなら仕方ありませんね。すまんなアークライド、そういうわけで付き合ってくれ。俺とこいつだけじゃタガが外れて周りにどれだけ被害を出すかわからんからな。立ち合いは自分が引き受けよう。方々存分にやり合われるがよい。それはまたの機会ということで。いざ尋常に勝負。相手になるぜ。楽しませてもらおうじゃねえか。手心抜きでお願いします。解析したわよ、シャードブーストのチャンスよ。おや、そんなものですか。行くぜ。踊りましょうか。せっかく覚悟はいいな。こいつはどうだ。決まってけよ。返した。上等だ。そらそらおまけだ。みなぎるぜ。こいつはどうだ。こいつはどうだ。そんなものですか。こいつはどうだ。任せたぜ。吹き取れ。見せた。チャンスだ。シャドウブーストのチャンスがスキル発動。高ぶりますね。食い破れ、ボルガークロー。お返しだ。上等だ。こいつは効くぜ。出力最大、スキル発動よ。しまいにしようぜ。セイキダンダライスライダー。崩れた。やりますね。ブーストゲージが拡張したわ。みなぎるぜ。チャンスだ。出力最大、頑張ってね。行くぜ。
まだまだ逃すかよ、くたばれや。チャンスだ。任せたぜ、フドウ。頼んだ。うなれ、ゴーライ客。いいね。やっぱか。純S級か。なんで受けねえんだ。まだ足りんというだけさ。タイトとは関係ない。お前をここで止められれば少しは自信がつくというものだがな。面白いじゃねえか。キリカ、意外と早かったな。もう少しくらいは粘れると思ったが。男同士、積もる話でもあるだろうと気を使って見逃してあげてれば、純 S 級にナンバー8がいい年して何をやっているのかしら。まあ待て、元はといえばこいつがだな。ああ、てめえも乗ってただろうが。私らに文句あんのか。共和国のスプリガン、いや崑崙流の落ちこぼれ伝承者。まあまあセリスさん、すぐにガンつけるのは良くないですよ。いくら表と裏の間でフラフラしているどこの馬の骨とも知れない人だからって私はそこまで言ってねえぞ。お前の方がひでえじゃねえか。いやそれにしても案内してもらった甲斐がありますね。三大剣法の使い手と東方武術を極めた蛇切手の宇宙使い、それにまさかあなたとこんな場所でお目にかかるなんて。最近ちょろちょろと妙な動きをしてると思ってたが、まさか蛇とよろしくやってるとは。いい度胸してるじゃねえか。ああ何のことか分かりかねるな。自分は通りすがりの旅行者、彼らとは偶然居合わせたに過ぎない。捨ておいていただこうか。オルテシア教、バルタザール教って認めてんじゃねえか。面白い人だな副兵長さんは。お前も大変だな、こんな跳ね返りどもの引率とは。まあ一応協定を結んでいるからあなたたちにはうってつけでしょうし。こら、誰が跳ね返りだって。ブイブイ言わせてるみてえだが、いい気になんなよ野生犬のおっさん。そこの堅物とまとめて思い知らせてやってもいいんだぜ。へえ、
どう思い知らせてくれんだ小娘。背中のでかいのに振り回されてそうだが、毛も生え揃ってなさそうなガキのくせ。27だ。え？私は27だ。文句あるか？ああ、そう。まあ、需要はあんじゃねえのか。殺す。ああ、踏んじゃいましたね。背と童顔だけは禁句なんですから。リオ、てめえも殺す。ったく、アークライド。代わりに相手でもしてやれよ。いました。バンさんって、え、サオ、つうかなんだそのカオスなメンツ。まったく中途半端に関わらせるからこうなるのよ。アニエスさんたちがあなたを探してるのを見かけてね。ちょっと迷ったけど心当たりがあったから連れてきたわ。申し訳ありません。ここまでの状況になっているとはつゆ知らずですが、なるほど、興味深い場所ですね。さて、一段落したところで残った顔ぶれで改めて情報交換といきましょうか。あんたはマジでブレねえな。